Spinner。 おはようございます。山本ソニアです。5月27日金曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。アリババが2014年のニューヨーク証券取引所への上場以来最低となる四半期決算を発表。中国の EC 大手企業アリババは複数回にわたるロックダウンの影響で売上、サプライチェーンが両方とも失速しましたが、その成長率はアナリストの予想を上回っています。アメリカの金融規制当局が ESJ に関する新たな情報開示規則案を公表した。この公表における SEC アメリカ証券取引委員会の目的は、資産運用会社による見せかけだけの環境保護、いわゆるグリーンウォッシュ問題に対処することにあります。テキサス州ユバルディで起きた銃乱射事件の事実が新たに判明した。犯人は銃撃戦により殺害される前、現場となったロブ小学校に1時間近く立てこもっていたそうです。ジャック・ドーシーがツイッターの取締役を退任。彼の退任は CEO の座を去った時から計画されていました。一方でツイッターは個人情報を販売したとして1億5000万ドル、日本円でおよそ190億円の罰金を支払うことになりました。イーロン・マスクはツイッター社を買収するためにさらなる資材を投じる必要があります。コロンビアで左翼的思想の指導者が初めて誕生する可能性がある。不平等とエリート主義を激しく糾弾してきた62歳のグスタボ・ペトロがコロンビア史上最大規模となった若い有権者層の支持を受け、政権に就く可能性が高まっています。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。来週のニュースが気になる方はぜひSpotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。クォーツジャパンでは世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝えるポートレートオブミーがスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。山本ソニアでした。Have a nice weekend!